山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオ。皆さんこんばんは、山本のぞみです。こんばんは、田中貴子です。この番組はスマートフォン向けゲームキングスレードの情報をお届けしつつ、私たちが英雄の名に恥じぬトークで彩るラジオ番組です。イエーイ、第11回の放送が始まりました。イエーイ。皆さんはね、きっと先週ぶりなんでしょうけれども、私たち実は先週、収録ぶり収録ぶりじゃない、収録だとすごい久しぶり。そうなんですよね。なんですよ、3週ぶり、なんならもう1ヶ月ぐらい会ってなくて、経ったんじゃないかぐらいの。というのもですね、皆さん今この時間にね聞いてくれてるじゃないですか。はい、12月11日21時からね、皆さん聞いてくれてるはずですよね。私たち今、12月11日、約12時ついさっきです、これ。そうなんですよ、ついさっき本当に取り立てほやほやでございます。そう取り立てほやほやのラジオでございます。ほぼ生放送ってそうなんですよね、タイムリーなお話もなんかできると思いますので。本当ですね、はい、そちらも楽しみにしてください。よろしくお願いします。ということで最後までよろしくお願いします。はい、山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオスタートです。この番組はベスパの提供でお送りします。山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオ。改めまして、山本のぞみです。田中貴子です。まずはね、ちょっと近況トークからいきたいと思うんですけども、はい、なんかほら TT さ、はい、行ったんだって。行きました、この間、札幌に行ってきました。おー、札幌キングスレード公式オフ会行ってまいりました。イエス。どうだった、どうだった。めちゃくちゃ楽しかったです。もう来ているユーザーさんがすごいあったかくて、キングスレードやってる方はこんなにも温かくて、しかもなんかこう、なんて言うんですかね、このゲームが本当に好きなんだなっていうのがすごいわかるんですよね。愛を感じました。わかる、私も福岡に行った時にやっぱり同じような愛を感じたし、はい、すごい楽しかったから、私も、まあその時は全然ね、キャラクターたちもそんなにレベル高くなくて、これから頑張ろうっていう時だったんだけど、やっぱ力をもらったもんね。もう本当になんか見てるだけで、楽しいっていう、ね、私も頑張ろう、レベル上げしようって感じ。いいな、このチーム編成してみたいなっていう。いっぱいやりました。ちっちゃい子たちで組ませるとか、大人のお姉さんだけで組ませるとか、そういうチーム作りたいなとかすごい思ったからね、楽しかったよね。オフ会いいですね、そうそう、わかるわかる。ご飯食べながらみんなでクイズとかもあったりして、あとはなんか抽選会とか、抽選会でもう本当にベスパさんがすごい大盤振る舞いで、いや本当そうだよね、もうすごい、あ、福岡でもそうだったんですね、そうだったそうだった、もうルビーをいっぱいなんかこうクイズとかで開けた人、あとベスパの一番お偉い様が来てくださって、韓国から来てくださって、そう、ね、挨拶してくださったりね、はい、もうそれでいろいろ質問して、その質問で答えてくれた人にルビープレゼントみたいな感じ、もうすごい、あ、もうベスパさん優しいわかる。 TT はもらったの、ルビー。私もいただいちゃったんです。あ、もらった、私も同じくね、いただいたりだとかちょっとしちゃってね。それでちょっとあれですね、なんかコスチュームとかキャラクターとかを買いたいなと、贅沢にね、贅沢に使えるなっていうね。わかる、待っております。本当楽しかったです。札幌はどうだったの？なんか美味しいもの食べたの？もう雪が降っておりまして、1ヶ月前ぐらいだ、11月終わり頃だったんですけど、めちゃめちゃ雪降っていて、あとお寿司と食べて、やっぱりお寿司食べた後に北海道といえば、夜パフェっていうのが、締めパフェだ、締めパフェっていうのが札幌で流行っていて、締めパフェってなんかこう、まあいろいろご飯食べた後に深夜にカフェというか夜のパフェを食べるんですよ。え、待って、その居酒屋でいろいろ会をした後に移動して、そうです、カフェみたいなところに行ってパフェ食べるんです。しかもそのパフェがすごいゴージャスなんですよ、おしゃれなんですよ。へえ、めちゃめちゃ贅沢ってあるってこと？とか、なんかいろんな、なんか紅茶のパフェとか、その旬のフルーツが乗っているものとか、上からなんかこう液体をかけて楽しむ、謎の液体をかけて何の液体？楽しむみたいなものとか、ちゃんと説明してほしいんだけど、大人な気分になりました、へー、締めパフェが流行ってるんですか、はい、東京だとあまりまだ浸透してない気はするけど、でも絶対東京でやったらもう流行ると思うんですよね。
ぜひすごいね。だからそんな夜遅くまでやってるカフェっていうのもまたすごいね。そうなんですよ、深夜までやってるカフェがいっぱいあって、でもどこも行列で本当に入れないんですよ。雪が降ってるのに、降ってるのに全然入れなくて、いろんなお店を何店舗も回って、でもどうしても食べたくて閉めました。いいな、私も行きたかった。札幌楽しかったです、ね、またオフ会があれば地方にね行きたいですよね。ぜひぜひ、ぜひぜひ呼んでください、はい、お願いします。お願いします。山本のぞみ、田中孝子のキングスレディオ。はい、ではでは皆さんからいただいたメールも紹介していきましょう。はい、おこちらですね、はいはい、au ネーム、カミングさんからいただきました。カミングさん、ありがとうございます。山本さん、田中さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。あ、嬉しい。前々回は初のゲスト会でソニア役の久保田さんが遊びに来ていましたが、部屋を部屋の汚さを遠慮なく言う様子に本当に田中さんの仲がいいのが伝わってきました。山本さんは誰にゲストに来てほしいとか希望はありますか？どなたに来てほしいですか？あ、私五十嵐さんに来てほしい。五十嵐さん、そうそうそう、五十嵐さんね、キングスレードのキャラクター何キャラか演じてますし、やってますよね。前にさ、TT がさ、私のライブに遊びに来てくれたことがあって、はいはいはい、行きました。でちょっと帰りに TT がね挨拶してくれて、はい、でその時に五十嵐ちゃんもちょうどいて、はいはい、ね、あれこの二人ってなんか仲いいのみたいな、うん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 、えなんか珍しいねみたいなこと言って、実はねキングスレードのラジオやってるんだよっていうこと。から見ると関係性って分かんないですよね。そうそうそう、ね、そう言ってたね、五十嵐ちゃんもね。そしたらキングスレード、そう、五十嵐さんも出てるってなって、そうそうそう、ぜひゲストでね来てほしいなって。私としてはちょっとドキドキします。あ、先輩だもんね。事務所の先輩。そうそう、で五十嵐さんのさ、キャラの曲を私たちさ、あの即興で歌ったんだよみたいな、一番最初ですよね。そう、歌ったんだよっていうことを伝えたら、え、それ聞きたい、送ってとか言って絶対嫌だ絶対嫌だ。いやいやいや、送らずともね来てくれればね、別のキャラも演じてるから、そこで、その即興ソング歌いますよみたいな。次はね、そうそう、五十嵐ちゃんね、いいなって思ってた。いいですね、うん、ぜひ来ていただきたい、ね、また機会があったら呼んでほしいです、うん、そしてこちらですね、はい、au ネームマッチ坊さんからいただきました、はい、ありがとうございます。のちょさん、 TT さん、こんばんは。こんばん は。前々回のリアルタイムチャレンジでの3人のタイピングのグダグダ具合にこのデジタル社会で珍しいものを聞かせてもらったなと笑いました。ラジオでタイピング。逆にスマホの入力は早いのでしょうか、はい、よかったら教えてください。あ、スマホ、あ、スマホフリックですね。私は、私もフリックです。もうスマホの入力は早いのかどうかわからないですけど、誤字脱字が多い。ツイッターとかで、なるほど、勝手にこう漢字とかに変換してくれるじゃないですか、うんうんうん、だからなんかこう雰囲気で、お、これだってピッて押しちゃうと、なんかその違う感じに変換されちゃったりとか、その後になんかなんとかかんとかしとかついてるものが勝手に選ばれちゃったりとかしていて、なんかこの言葉いらなくないっていうのとかがついてたりだとか、ちょっとツイッターとかで更新すると一回ちゃんと確認しないと危ないですね。そう、でも私確認してもなんか気づかない時がある。でも頭の中がやっぱ治ってるって思っちゃうからなのか分かんないけど、もう全然気づかないで、そのまま投稿してから、あれこれ文章おかしくないっていうのがよくある。はあ、おてんばさんなんですね。ああ、TT に言われちゃった。そうなのかもしれないな。おてんばさんなんだな、私な。お前に言われたくないわ。怒られちゃう。なんか中学校、うん、中学校の時に初めて携帯をいただいたんですけど、うん、その時はあのカチカチカチの、あー、わかるわかる、手応えがある方で、手応えがある方で、うんうん、あれがクラスで一番早くって、そうなんだ。フリックになってから遅くなりました。本当にそれ競争したんです、友達で。本当にそれ、タイム測って、 TT がさ、これ言うさ、自分の得意なやつ得意じゃないことあるじゃん。でも本当、それは本当です。本当に本当です、本当に。調べようがないですよね、今ね、もう携帯がスマホとかになっちゃってるからね。カチカチのやつ、あれは気持ちいいですよね。ね、気持ちいい、わかるわかる。そしてもう一つ、いきますか、はい、au ネーム国陽さんからいただきました。ありがとうございます。のじゃさん、 TT さん、こんばんは。こんばんは。
前回三浦さんが説明されていたオートモードを使った上手な序盤の進め方、うん、とても参考になりました、うん、ありましたね。キャラが欲しい気持ちが勝っちゃう TT の気持ちよくわかります、うん、かっこ確かにキャラが欲しい気持ちが、あ、これ言った僕おテーマさんなんだな僕は毎朝習慣でコーヒーを入れるのですが、うん、頭がぼーっとしていて気づくとコーヒーができているのでまるでオートモードみたいだなと思いました、うん、お二人はオートモードのように体が覚えている習慣ってありますか。うーん、体、なるほどな、オートモードだな。やっぱ私も朝はオートモードだよね。まず朝起きて、はいはい、まあ、犬猫うちにいるので、うん、犬猫にご飯あげて粗相したのを片付けてそうで、そのままこう歯を磨きに行 きえ、それオートモードでできちゃうんですか。なんかもうスーッと、あと帰ってきてもそうだよね。すごい、帰ってきたらその犬猫にただいまって挨拶をして、ご飯あげて粗相を片付けてみたいなのをオートモードでシューってロボットのようにやってるから、すごい、で気づくと、あ、なんかやること終わったな、さあ自分の時間だみたいな感じになる。なんかワンちゃん、うん、猫ちゃんとかペットがいるとこう、うん、なんか逆に時間をなんか綺麗に使えそうですよね。あ、そうそうそう、あの起きる時もやっぱりこうご飯をあげなきゃいけないっていう責任感があるから、こうなんだろう、遅くまで寝てられないじゃん。はんはんはん、そう、この時間に起きないとお腹空かせちゃうっていう、あと猫も起こしに来るから、はんはん、お腹すいたなみたいな感じで、かわいい、そうそうそう、起こされたい、そう、そうなるとやっぱり起きちゃうよね、ちゃんとした時間に。決まった時間、私、うん、実家のお母さんでハンガーで起こされてたんですけど、ね、どういうこと、どういうこと、それ、それ起きろ起きろってこと、ハンガーで叩かれて起こされた猫に起こされてみたいです。ああ、いいよ、いいものだよ、あれは。どうだかいい、私寝てる時に服を脱いでしまう癖があって、うん、聞こうかまずまず聞こうか、うん、それがオートモードなのかなって。あー、まあ無意識のうちにやってるから、無意識のうちに身ぐるみを剥ぎたい衝動に駆られるそれ暑いから、なんなんですかね、なんかこう着るものが嫌なんですかね、なるべくお家では。お家だと全裸派そうですね、まあ布くらいはつけてます。布ってどの範囲のどういう T シャツってこと。そうです、 T シャツ、うん、おパンツ、おパンツのだけ感じ。あー、なるほどね。まあでも私もそうだから、あんま TT のことを本当ですか、うん、大きく否定できない。私たち裸族ですね。そうそう、私は何なら T シャツとかも着たくない人だから。うわ、すごい、パンツパン一で過ごしちゃってる。すごいうん、なんでピンポン来たら、ピンポン来たらさすがに、あ、ちょっと待ってくださいねって言ってサクッとトレーナーとか来たりしますけど、うん、基本的に裸族なんで料理とかする時もあ、まあこれでいいかって、チャーハンとか作る時たまに油が跳ねてあちあちみたいな。それわかります、本当はある。なんかお腹に油跳ねて、そう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 、あちみたいって言いながら、でもなんかもうなんだろう、エプロンすんのめんどくせえっていう時はある。あいや、あれあれじゃないのこれ。いや嘘でしょ、みんな隠してるだけでしょ。いやでも言ってないだけで、結構お家で何も着てない人多いと思う、ね、多いと思うよ、うん、でも服、ね、なんかこう薄着でお布団の中に入るの気持ちいいですよね。え、わかるね、毛布とか素肌で感じるのすごく気持ちいいのはわかる、うんうん、やっぱ、あ、そこは通じるんだね。そこは通じ、私たちやっぱなんかこうジャングル精神みたいなところが、なんかもしかして合うのかもしれない。そっか、キングスレイではジャングル精神で放送されているラジオだったね。これからもジャングル精神、ジャングル精神頑張るぞはい、引き続きジャングル精神の私たちへの質問や番組の感想などお待ちしております。山本のぞみ、田中たか子のキングスレイディオ、キングスレイド進捗報告。こちらはリスナーの皆さんからキングスレイドのプレイ状況を送ってもらうコーナーです、うん、はい、まあね、私たちもやっぱキングスレイド進めていますから、ね、最近ですね、うん、クロウさんをやっと、お、宿屋でゲットしました。おー、クロウさん新密を上げて一回歌ったよね。そう、歌いました。いや、難しかった。一回さ、即興ソングで歌ったりとかすると愛着湧くんだよね。わかります、わかります。私もいつかちゃんと歌ったキャラたちは欲しいなって思っていて、あの子は手に入れたの、あのクマの、青いクマの子。あ、本当ですか。そうそうそう、まあ、ゲットして、あとはリカルドさんと、早い早い、え、あとめちゃめちゃ手に入れてる。そう、やっぱあの事務所の後輩福原彩香ちゃん仲いいからが声やってるセリアちゃん、すごい、ゲットした。
すごい、まあ、最近のキャラクターですよね、セリアちゃんも。あ、そう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 、うわー、羨ましい。ゲットしたのよ。でもね、また強くしていくとなると難しくて、時間かかりますかね。そうなの、とりあえず私6章で止まってて、うんうんうん、7章からやっぱり敵がグッて強くなっちゃうから、うん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 、その敵に対応できるぐらいのこうレベルにしていかないとなっていうところでメインを育ててる。すごい、うん、あとやっぱスキルを一個一個ねこう強くしていかなきゃ、ね、スキルも進化させなきゃいけないじゃん、あの本を使ってさ。ね、なんかその本もね今集めるのにね今必死こいてる。本も1日何回か取れるの決まってるじゃないですか、うん、決まってる。あの回数をなんかこう何の本にしようかなって、わかる、青い本にしようかなみたいなね、うん、でその青い本からさらにそのなんか剣形とか銃形とかいろいろあるじゃないですか。考えてやらないとこうスムーズに進めないので。そうなんだよね、結構頭使いますよね。そうで、なんか本当はメインの子をスキル上げたいんだけど、うんうんうん、こうなんかスキルあの可能みたいな、あげるの可能みたいな感じで、そんな育ててない子たちのやつがなんかこう出る時があって、そっちになんか入れちゃうんだよね、その本を使っちゃうんだよね。わかります、それすごい、すごいわかります。あ、使わないんだけど戦闘で、そう使わないけど、でもなんかこの子たちも進化できるのか、そっか進化させようみたいな。できる、できるって書いてあるとすぐ押しちゃう。そう、わかるわかる、考えないで押しちゃう。そうなんだよね、そうなんだよね、数限られてるのに。多分効率的にはやっぱメインを育てた方がいいんだろうなとか思いながら。そうなんですよね、うん、今やっぱ一番強いのを育ててから、うん、マックスにしてから、うん、次の子たちっていうのが一番効率はいいんだろうなって思うんですけど。そう思うけど、なんかみんなこう並んでると、うん、同じように愛情を注ぎたくなるっていうね、我が子精神みたいなのが。そんな方ねたくさんいるんじゃないでしょうかね。そうです、みんな教えてほしいです ね、 そういう時どうしてるのか、うん、ではでは皆さんからの、ね、はい、進捗情報もこちら、はい、紹介していきたいと思います。こちら au ネーム白ペン先生からいただきました。ありがとうございます。のじゅさん、TT さん、こんばんは。こんばんは。キンスレに新規 au のニアが登場しましたね。はい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 。自分は今ルシアスをゲットしようとルビーを貯めていますが、ニアもかなり気になります、うんうん、お二人は新規 au の中で誰が気になりますか。作家はクリシャゲットしました。クリシャ可愛いよね、あの金髪の。めっちゃ可愛いですね。そう、あの子もね見た目タイプだから欲しいんだよ。いやなんか見た目で割と悩んじゃうんですよね、うん、結構好きな子多いんですよね。そうなの、見た目がねいい子多い。確かにやばい、面食いなの私たち。面食いですね、うん、それこそなん私その前回ゲストに来てくれた、うん、久保田梨沙が演じてるソニアちゃんを次は手に入れようかなって思ってるんですけど。 TT はそのさ男女比はどんな感じ。もう圧倒的女子ですね。あ、やっぱ女子が多いんだ。女子が多いです。自分で手に入れたのがクローさんが初めてなので、男子は、うん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 、なんかこう女子でちょっと自分の中でアイドルユニット的なものを作りたくって、うん、あ、なるほどね。なんか服とかでもあるんですよ、そのアイドルっぽい水色の。あるある。あれで揃えたいな、わかる、っていう気持ちがあって。わかる、私今ね水着で揃えようと頑張ってる。水着、なんか水着を一回買ったんですけど、結構布少なくないですか、うん、少ない少ない。あれで戦うとか結構そうですよね、少ないのよ、結構少なくて、うん、え、これで戦わせるのかわいそうね、攻撃を受けてるからね、一応ね。そうなの、ね、ソニア欲しいな。そう、私はねやっぱね男性キャラはあのリカルドをさっき最初にゲットしてる。そう、やっぱり圧倒的女性だよね。リカルドさんってムキムキの人、うん、かっこいい人でしたっけ、あのおじさん。あ、はい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 、はい、そうそう、 おじさんのムキムキのかっこいい人、白ひげの人だ。そう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 、ね、ゲットしたんですよ。あれ、なんでリカルドさんって最初。うお、好きだからだよ。失礼しました、タイプだからだよ。失礼しました、なんでもないです。一番サンタさんっぽいです。そう、サンタさんっぽい。サンタコス似合いそう。そのまんまサンタになりそう。あ、リカルドサンタコス出てるんだ。あの札幌でも似合う、一番最初になんかもうガタイが顔がさちっちゃすぎてさ、ただのサンタさんですよね。もうプレゼントいっぱい持ってくれそうだし、肩に子供3人ぐらい乗っけてそうな、乗っけてそうですよ、乗っけて、ね、いや好きだわ、いいリカルド、腕に乗っかりたい、ね、はい、というわけで引き続き、はい、ゲームが進んだら報告してみてくださいね。お願いします。以上、キングスレイド新着報告でした。山本のぞみ、田中たか子のキングスレディオ、金ラジ英雄の宿屋。
ション高い。ヤッフーイエーイ。キングスレイドには英雄たちに話しかけて親密度を上げる英雄の宿屋という場所があります、うん、そこで私たちに話しかける感じで気を引くメッセージを紹介していきます。今回はのぞみの部屋ですということで、のちょさんの気を引くメッセージを紹介していきます、うん、ポイントは基本20から40、よほど気に入ったら50くらいまでいきます。親密度がマックスレベルまでたまったらリスナーさんには何かいいことがあるかも。おではサクサクといきたいと思います、はい、うん、のちょさんの気を引くメッセージ、英雄ネームアントワールさんからいただきました。ありがとうございます。山本さん、田中さん、こんばんは。こんばんは。人類モテというパワーワードで話題のクリームがあるみたいです。セクシーな山本さんなら使いこなせると思うのですが、いかがでしょうか。人類モテ、人類モテ、クリームって何、食べるクリーム、塗るクリーム、クリーム、あ、塗るクリームだ、ボディクリームっていうこと。すごい、あ、女子力高そうだ、見た目めっちゃピンクね、ピンクのパジャマとピンクのクリームがこのなんて広告に載ってますけど、これをつけるとモテるってことですか。多分そうなんじゃない、甘く観音的なアンバーバニラをまとって、アンバーバニラ、アンバーバニラ聞いたことないね。アンバーバニラをまとって昼も夜も魅惑的なモテ女子に。すごい、あれですか、なんだ、あのなんて言うんですかだっけ、うん、こういうこう出るフェロモン、フェロモン、うん、フェロモンが練り込まれてるクリームってことですか。てこなんか違うとは思うけど、まあそのバニラの香りが誘惑するような匂いなんじゃない。気になる、気にはなるよね。気になりますね。嗅いでみたいよね。嗅いでみたいです。どんな香りがするのかって。どうですか。ただね、私ね、ボディクリーム塗らねえんだよな。嘘、全然塗らないの。え、乾燥とかこの季節気になりません？いや、確かに乾燥したところには塗るけど、はい、こまめに塗らないタイプ。そうなんだ。朝とか、あ、そうそう、絶対塗らない。そのそれこそオートモードで塗らない。あーはーはー、あ、痛いな、乾燥してるなっていう時に塗るぐらい。じゃあこれは、そうなんだよね、私欲しいです。ティティ欲しい。ティティね、こういうの好きだもん。モテたいです。今ね、モテたい欲があるもんね。人生でモテた時期って3回あるって言うじゃないですか、人生。うんうんうん、ないよ。そう、あとないですもん。私ね、人類にモテたいという類人猿にモテたい。あ、すごい、ジャングル戦士、ジャングル、ジャングル。このハッシュタグが類人猿モテだったら買ってたね。そんなハッシュタグないですから。かバナナの香りみたいな。誰か作って。やだ、バナナの香りをまとう女ちょっと嫌です。でもちょっとそのやっぱり気になるは気になるから10かな。10、うん、10、まあ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 、はい、さりげない。そっか、そんなクリーム出てるのか。出てるみたいだね。お次は英雄ネーム真っ黒なさんまさんからいただきました。ありがとうございます。選挙の投票に行くのってなかなか気が進みませんよね、うん、そんな時にムキムキな男の人が投票に必要な筋トレを教えてくれる動画が、投票前トレーニング、投票前トレーニングがあります。福岡市が作った三部作の動画で、投票所にたどり着くためのトレーニングで大臀筋を鍛え、投票用紙を美しく受け取るトレーニングでは、はい、広背筋、投票箱に着実に投票するためのトレーニングでは上腕三頭筋を鍛えます。選挙が始まる時に備え筋トレしませんか。何それ。確かに私、そのなんだろう、生命力がある強い人好きだけど、うん、今の説明はてなだね。すごい、三部作の動画で作られている。三部作なの、大作じゃん。やばいじゃん。何それ、ちゃんとハリーポッターみたいな。どうしよう。上半身、ね、見せてもらってるんだけど、一応画像をね。すごい、どうですか、どんなもんですか。投票所へのルートをイメージするとより効果的。イメージ、ん、本当にイメトレじゃん。結局これ筋トレじゃなくて、投票所にたどり着くまでのトレーニング、うん、大臀筋、そうそうそう、あとこれなんだ、後ろの筋肉。各候補者の政策を思い出すとグッドスマイルっていう、いろいろあるんだけど。何それ筋肉関係ないっていうね。何それ、もうこれ、筋肉的に正しい。もうなんかもう福岡面白いね。選挙に、あ、もうでも
選挙に行かせようっていうこのなんか楽しく行かせようっていう気持ちがすごいいいですよね。伝わってくるけど、この情報だけでお腹いっぱいなので10でのじょさん厳しいな、厳しいな。なのでまあね、あの真っ黒なさんまさん前回20獲得してますから、プラス10で今30ですね。30か、まあでも着々とポイントそうですね、うん、お願いします。これからも引き続き気を引くメールをお待ちしております。私たちのどちらの気を引きたいか明記して送ってくださいね。以上、金ラジ英雄の宿屋でした。山本のぞみ、田中たか子のキングスレディオ。ここでキングスレードからのお知らせです。今回はクリスマス二次ダンジョンについてです。最後のスペシャルダンジョンに挑むパーティーは8人編成。全員で敵を倒すワールドボスクエストをプレイするように、この8人編成のパーティーで進めることになります。はい。そしてボスは沈んだ海底王国の支配者プロティアヌスのサンタバージョン、サンタプロティアヌスです。魔法デッキ、物理デッキを問わず最強のデールを出せる構成で攻略を目指しましょう。以上、キングスレードからのお知らせでした。山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオ。山本望、田中貴子のキングスレディオ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。私たちへ聞いてみたいことやゲームをプレイしての感想、またコーナー宛てのお便りなど何でも OK です。はい。メッセージの宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送山本のぞみ田中貴子のキングスレーディを書くコーナーまで、メールの場合すべて小文字で kings@joqr.net、 kings@joqr.net です。あ、キングスのスペルは KINGS です。はい、よろしくお願いします。もう独特なリズムがついてるんだよね。KINGS です。言っちゃう。はい。さらにこの番組はキングスレイドの公式 YouTube にてアーカイブが配信されます。はい、もう一度聞きたいという方はぜひチェックしてくださいね。お願いします。そしてそして番組公式 Twitter もぜひフォローお願いします。ということで第11回の放送をお送りしてきましたけれども、いやまたさ、三浦さんに出演してほしいよね。あれすっごい思います、私たち聞きたいこといっぱいあるし、いろいろやっぱり今でも謎がいろいろやっていくうちに、これってどんなアイテムだろうとか、いろいろあるんですよね。ね、わかるわかる。この使い時っていつなんだろうっていうのとか、どれをつけたのありますよね。そうそう、あるから、ぜひね、また三浦さんに来てほしいです。お願いします。来てください、三浦さん。わしわし、わしたちからのね、お願いです。はい。それではお別れのお時間です。はい。このお時間のお相手は山本のぞみと田中たか子。バイバイ。バイバイ。あれ、田中たか子。この番組はベスパの提供でお送りしました。